まです。高尾です。明日は ST48 のくだらないとがありますね。8時半か。20時半です。20時半、くだらないとは、そう、生放送かな。生放送、うん、 YouTube で見れるやつです。いつぶり。あ、そうなんです。そうクラコンの収録してたんですよそう、で、あ、そうくるくるが初出演ということですね。くだらないとは YouTube で見れるはず。初登場ですね。私と愛子とリンさんですね。そうなんですよ。でも私はね、そう、1年ぶりなんですよねクラコンが。なんか調べてみたら、スケジュールで検索してみたら、ちょうど1年前に収録してて、あ、1年ぶりだ、もうそんなに経つんだ。やだ、特技披露急な特技披露。いや本当に、でももう、あの、そう、くるくるは初登場だけどね、愛子さんとりんさんはもうね、プロみたいな感じなんでクラコン大得意のもうプロなんで、そう、どうなることやらという感じですね。面白いからね。でくるくるもなんかよく面白いって、あの、同期の子から聞くからさ。ね、私はまだね、その一面をね、まだね、知らないの。
そっか、明日の深夜放送かってこと。ね、確かにクラコンで明るく、確かに自己紹介キャッチフレーズがすごいもんね。確かにそっからちょっとじわじわ来るものはある。私はね、見たところもあったけど見てないところもあったからって感じですよ。大喜利王になってる。あ、そうなんですか。でも聞いたことあるかも。大喜利王、くるくる、わ、くるくるはココアさん推し。なんかね、わかんないけど、他のメンバーが言うには違うの。もともとね、もともとココアさん推しだったの。もともとココアさん推しだったらしくて、私勝手にさ私勝手にもう昔から サーヤン推しって思ってたけど、そう違ったの。でもね、でも可愛いって言ってくれるの、いつも。なんかくるくるは私推しってことを話したら、え？みたいな。ココアさん、ココアさん推しだよって言われて、あ、え、そうだったんだみたいな。いやでも嬉しいです。でもね、でももうすごいいつも可愛いって言ってもらえるよ。でもいつも私が圧かけてんの、なんかちょっと私のこと好きなのって私のこと好きなのって言ったら、はい好きです絶対に言ってくれるんです。だからさ、いやそりゃそうだよね。そりゃそうだよねちょっと怖い先輩になってたよ。そうなのよ、ココアさん推しくるくるは。そう、好きっていろいろあるもんね、枠がいろいろあって。好きなんだ、好き、好き枠。好きめん
いや、嬉しいです。あ、2期で朝やん、確かに2期で朝やんかも。それだそれだ、それそれ。だからね、そう嬉しいけどね。そうそう、うんうん、確かに期生なんだろう、2期ならこの子とかね、1期生さんならドラさんさんならっていうのあるよね。理由聞いてないですね。お母さん推しっていう理由は聞いてないの。ヌアピ日替わりなんだ。推し面日替わりなんだ。あ、確かに理由ないよね。まあ、理由あるかも、あるけど多分そうですよね。え、違う、でもね、そう聞いたらね、絶対にね、きっとね、推しなのって聞いたらきっと推しですって言うし、好きなのって聞いたら絶対、あ、好きですって言うし、そう、優しいから。そう、私が聞いちゃったらもう、そう、でしょ、くるくるここは推しって言ってたでしょ。そうなんですよ。でもね、よかったよ、知って。知ってよかったよ。知らずにずっと私いるところだったから。いや、嬉しいですよ。ね、私重いね。なんかちょっと重いね。重いわ。ま、ファンの方への気持ちも重いんで。そういうこと。普段言わないけどね。確かに普段言わない、なおさら重いね。なおさら重い。確かにどんどんなんかそっちの方に行ってますね。あ、困らせてる、ごめんね。本当だよね、困らせてしまってるわ。本当ですか。確かにうちに秘めてるわ。
でも時々口にも出すから、口にも出すし文字にも出すからさ。だからね、ちょうどいいちょうどいい。そうなんや。なんかたくさんね、なんかすぐなんかあれですね、すまないね、ほんと。すまないね。誕生日届きました、おめでとう、いなっちさん。ハッピーバースデー。三陽市の一年にしましょう。というわけで、明日はくだらないとがあって、あとあれですね、スイパラのコラボメニューが解禁になりまして、私はねキーマカレーになりました。いろいろ迷ったんだけどね、やっぱキーマカレー、カレーなんだろう、そう、大好きマカレー、カレーの中でキーマが一番好きなんですよ。辛い、どうだろう、食べてないけんね、わかんないんだけど、でも野菜が、夏野菜がいっぱい入ってるからうまいんじゃないかと思ってます。そう、うまみ、ね、なんかね、野菜をいっぱい乗せる予定ですっていうのは書いてあって、今解禁されてる写真はさ、見らずにメニュー決めたから、メニューじゃない名前、カレーの名前っていうかメニュー名決めたから、とりあえずなんか野菜って言えてみたけどさ、予想よりもめっちゃ野菜乗っててびっくりしたし、まさにうまみ、うまみたっぷり、そうそうなんや。めっちゃね悩んだんですよ、名前やっぱりなんかサーヤンっぽい、サーヤンっぽさ、メニューだけでも分かるサーヤンっぽさを出したくて、うまみしかないやんってにしましたね。イラストもね、ちょっとインスピレーションで描いたんですけど、よくよく見るとね、すごい可愛いんじゃないかなって思います。イラストよくよく見てみてくださいね。あれもらえる、もらえると思う、頼んだら。そう、あれは色鉛筆で描いてますね。
そう、よく登場する子で、あの子はいつもなんか誰って言われるんですけど、誰とかはないんですけど本当にただ誰とかはないけど、名前もなくてどうしようかなって思ってます。でもそう、ペンライトカラーのフィルムにもなってるし、そうそうそう、頭にねお水乗せてバランス取ってるので、右手に赤色のあの辛そうななんか火を持っててで左手にあのカレーのなんか黄色のなんかランプ、魔法のランプみたいなやつを持ってます。なんかカレーっぽいかなと思って。あ、そう、ルー入れるやつ、そうです、それ。そう、あまりね意図せずともペンライトカラーになってます。そうそう、なんとなくカレーってイメージして出てきたのが、そう、あの炎と黄色いやつだった。しかもカレーってやっぱりみんな好きだからさ、食べやすいんじゃないかなって思いますね。夏っぽいし、そうそう、なんか別に私のこと推しじゃなくても食べたくてみたいな人もいそう。でもみんなメニューの名前すごい凝ってましたね。なんかセンスすごいな、みんなと思ったよね。みんなのメニューあれ見て知ったんだけどさ、みんなさセンス抜群だね、びっくりしちゃうわありがとうございます。うんうん、確かに、うまい塩分補給ラーメンめっちゃいいですね。どうやったらそんな出てくるんって。あ、そう、みちゅさんもね、秘密のやみつきパンケーキだ。うまいねうまいね、秘密中持ちネタなん秘密中持ちネタ。そう、嘘をココアさんのココアフロートかっこ嘘はあれはどういう意味すごいシンプルに、コーヒーにアイスだからココアじゃないから、まあ、ココアフロートって言ってみたけど嘘だよってこと。そういうことかそうだよね、確かにね、ココアさんはもうココアだもんね。確かにココアさんだからココアかと思いきやコーヒーフロートなんだね。
斬新ですね。頼みたくなります。らしさ溢れてるよね、みんな。私もね、カフェ行きたいと思ってる。いじられそう、確かに。いじられそう。ね、行けたらいいよね、メンバーとも。行きたいですね。分からん、行っていいか分からんけど行っていいか分かりませんけどね。まあ勝手にはダメだろうね気軽に行きたいですけど。オーラを消せば大丈夫。さすがにいつもの自分だとしてもいけるかな。でもさ、絶対さ、ファンの方さ、目をさ光らせてるでしょ本当に絶対目を光らせてるでしょ。誰か来るたびにメンバーかって思うんじゃない。メンバーかね、いくら消してても。確かに確証を持てるかな。でも多分私一人だったら確証を持てないと思うんですよ。誰だろうなみたいな。でも二人とかだったら多分誰々とサーヤンかなみたいな。なりそう。いつものやつ。もしかしてリネちゃんですか。わーと、あ、サイアンですか。あ、はい地元の友達ではありません。私もアイドルです。すれ違いざまに、ももちゃんと、サーヤン。はい、そうです。サーヤンです。地元の友達ではありません。
でももう私は地元の友達とって思われてもいいって思ってる、うん、だからなんか一緒にいてメンバーとで声かけられてサイアンですかって言われるまではずっと微笑んでるしい物差しでずっと吠えねて、あっ、よかったねって感じで、そう、ちょっとなんかそう友達感を出してる。そうそうそう。言われなかったら、うん、そう友達といたよって感じで過ごそうかなって思っとる。自分からは言えんね。私わかりますか？言えん。いやんかそれは一人で街歩きますよ。一人でよく多分一人の世界に入ってるからさ、し一人の世界に入ってるし、なんか多分ちょっと話しかけにくいオーラが出てると思う。いや結構私あんまりね歩いてる時イヤホンつけないんだよね。なんかちょっと外の空気感というか、なんかゆっくりしてる時は特に何も決めずに歩きたくて、気になるものがあればなんか見たいなって感じで、だから、そう、やっぱりさ、ね、なんだろう、うん、自分の世界に入ってるわ。いい時間ですよ。そう。ゆっくりね、なんかね、歩くだけでね、なんか気分転換になる。そう、そうなんですよ。私ね、タンポポが好きなんよ。しかも綿毛のタンポポが好きで、6月はねあったんだよね。まだもうないかな。そう、ふーってやったら飛んでくやつ。まだあったの？でもふーってしたことはあんまない。
もね花好きなんだよね、なんか見るのだけん。タンポポも好きだけど、ひまわりも好きだよ。ひまわりはね、太陽に向かって咲いてるからな。でもそう、ひまわり畑とかは行ったことなくて、行きたいんだよね。そういうなんか、そう、花がいっぱいあるところ。行きたいな、撮影とかで。自然が好きなんだよな。みんな好きか、でもそういう場所。あ、都会が好きな方もおる。まあそっか。広島いいよね。私のね、第二のふるさとです。ほんといいとこですよ。いて、釣りそう。滝ね、そう、滝すごいんですよね。マイナスイオン。滝ってすごいんですよね。なんかなんだろう、近くで見たらほんとなんとも言えん気持ちになる。なんか元気もらえるっていうか、なんか ダムはちょっと怖いかも。パワーが強すぎる。強すぎん。なんか引き込まれる。え、
引き込まれるといえばね、あれですよ、宮島のあの鳥居、あれはね、私ねずっとね長雨って痛いぐらいね、なんかすごく引き込まれますね。そう、近くまで行きました、夕方ぐらいだったからね。そう、あんまりその人気がいない時にちょうど行けたんで。終わったんですよ工事。あれはね見てほしいな。力があるねあれは。神秘的なんですよ。行ってみてください。夕方ぐらいはあんまりかな、わかんない、私が行った時がちょうどあのあれだったからかもしれないけど。そう、厳島神社、世界遺産です。日による。私宮島はね本当にねめっちゃ好きで何回でも行きたいんですよね。そう、パワースポットかも。神秘的です。でもあれよ、お店が閉まるのが結構早いからそこだけ気をつけてください。山はねまだ登ったことないんですよね。行ってみたいな。なんかフラッと行きたいんだよね、何も考えずに。うん、2時間で登れる。2時間、公園と同じやね。ちょっと例えがアイドルだったか、アイドルだったかっていうか関わってる感じだった。アイドルっぽくないけど。ロープウェイか、ロープウェイね好きですね。暑すぎる。あー暑そうだね今。確かになんか宮島は夏はめっちゃ暑くて冬はめっちゃ寒いらしい。確かに私そう言われてみればね春か秋にしか行ってないかも。ロープウェイの高さは平気。なんだろう、私どこが無理かな。なんかああいう
ロープウェイとかは大丈夫だけど、なんだろう、なんか確証がないとこは怖いかも。柵がないとか、あと一歩で落ちちゃうとか、なんか確証ないところ結構怖いかもね。みんな吊り橋ね、私吊り橋あんまりね渡ったことないんだよ。最近そう、下がガラスは全然大丈夫、ガラスは割れないと思ってて。安心だと思ったら大丈夫。でもそういうなんか危ないよっていう映像を見たら怖くなるかも。こういうことがありましたとか、過去にそういうのを知ってたら怖いかも。当たり前サーヤのこと言ってる。まあそういうもんよ。そういうもんよ。そう。だけどそんなにあれかもね。高所恐怖症ではないですね。そうだね。暗いところも、わかんない。暗いところ大丈夫か。寝るとき電気消すし。狭いところね、好きですよ。でもかくれんぼは怖い。かくれんぼでなんかそういう狭いところとか暗いところ行くのは怖い。好んでなんか楽屋とか端っことか暗いところ行くのは好き。見つからないのが怖い。隠れて、隠れぼって怖くない？あえて見つけてくれるからいいけどさ、見つけてくれなかったらさ、まあ、勝ちかもしれないけどさ、なんかさ、それでさ昼休みとか終わっちゃったらさ、どうなるん？どこに寄ったん？って言われてさ終わりよね。どこに隠れとったん？って言われてさ、なんかあそこのなんかすごい狭いところとか暗いところとか言ってさ、気づかんかったで終わりよね。ずっと一人でさ、なんか体操座りしてさ、なんか待っとってさ、来ないなってずっと探して、なんかね、時間過ごしてキンコンカンコンってなってさ、あれ？結局それでさ遅れそうなるよね。
イピではありません。実は、いや実は何ですかねこれ実は何ですかね。実話ではないですね多分。都市伝説都市伝説鬼ごっこって言ってさ、なんだろう、鬼ごっこ、そう、私ずっと鬼だから、いやそうじゃない時もありますけど、そう鬼ごっこなんだろうね。結局鬼ごっこしてもさ、なんか一人だよね。なんか鬼ごっこもかくれんぼも一人だけどさ、鬼ごっこも一人だよね。もし自分が鬼でもうなんか探しきれるまで一人だし、でもし自分が鬼じゃなくても鬼が来ない限り一人だし、結局そうだよ。あ、ケイドロ、ケイドロはドロケイ、ケイドロ、ドロケイ、私はケイドロ、私はいつもそう。あの警察の方におるのが好きだった。いや警察だったらのなんかそうあれよ、見張りみたいな人、何人か見張りにつけれるんですよ。その見張りが好きだった。うん、そうです。そして逃がしてたえ、どうだったかな、多分そういう時もあった最悪な
何もしてない、何もしてないね、そんな。確かに。おもろ。意味なし。でも私はやっぱり昼休みとかはなんか窓からなんか校庭をなんか見るのが好きでした。そうそうそう、黄昏れてる。時々ね、風が吹いたりして、そう、遊んでるって感じ。みんな遊んでるねって、楽しそうだねって。なんか人間じゃないみたいな言い方。人間じゃないみたいな言い方してた私今。なんか違うな。なんか違う。人間ですよ。まあそっちの方が好きだった。まあ、結局なんか鬼ごっことかなんだろうするのもやってみたらさ楽しいんだけどね、やってみたら楽しいんだけどやるまでがね。難しかったよね。教室何してたか。何してたっけ私。何してたんだ私。何してたっけな。何してたんだろう。なんかレクリエーションは1週間に1回あってそれは絶対参加しないかんくてみたいな。えでもなんかすごいなんか鬼ごっことか遊びなんかなんだろうそういうのに誘ってくれる優しい子がいて遊んでた記憶もある。それでそうなんか勝手にっていうか急に参加する子みたいな。って感じ。あとは何だろうな。何
かね、なんか廊下を歩くの好きだったよね何してたっけな、なんか廊下歩くの好きだったかも。2階とか3階とか4階とかなんか歩く、階段登ったりとか、なんかあんまり使われてない教室怖いなって思ったりとか。みたいな、何してたか本当覚えてないな。なんだろう、なんかと歩いてたね、歩いてて、そうなんか一番上の階のなんか角がめっちゃ怖かったね。なんかそれめっちゃ覚えてる、怖かったあれ。なんか机とか椅子とかいっぱいあって怖かった。なんだろうな何してたんだろうな。そっか、そう教室にあんまりいるとあれなんだよね、なんかなんだろう、多分なんだろう、そう何してるんだろうって思われちゃうから多分散歩してた。ちょっとあんま覚えてないな。屋上は行けなかった。屋上行ったことないな。でもね、中学校は部活があったから。やることはいろいろありましたね。鍵かかってる。ああ、屋上。どうやったら行けたんだろう。なんか記憶がどの記憶がどれかわからんくなってきた。そう、中学校はそうですね。昼休みも昼練があった。お弁当？給食？でも友達はちゃんといましたよ。小学校の時もなんかうんいたいた、優しくしてくれる人いた
で、そう、中学校で親友ちゃんが一人できて、高校でまたもう一人できた。親友ちゃんは中1、1年生の3学期、2学期ぐらいに出会った。で、高校の時は同じクラスの子で席が近くて仲良くなった。その二人はね、そう、なんかね、人気者なんですよ。今も連絡取ってるよ。今でも友達。なんかそうなんですよ。すごい、なんだろう、人気の子。クラスのなんか、ほんと、ムードメーカーみたいな子がね、なんか、仲良くなるんだよね。その一人と。ね、何なんだろうね。すごいよね。そう、なんかすごいんです。私、そういうとこはすごいんですよ。そう、みんなと仲いいから。確かにみんなと仲いいけど、その中で一番仲いいのが私なんですよ。すごいでしょ。すごいでしょってなんかあれだけど、そう、その親友ちゃんになんか最近なんかね、そう、あのカメラのアプリ変えたんよねって話したら、別に全然前のもそんな変わらんよって言われた。そうそう、あの、なんだろう、そう、加工の話、加工そんなにしてなくないって、全然してないよって言われたから、あ、そうなんだ。そう、なんか一回ノーマルカメラで撮って、ハッシュタグの無加工をつけて投稿してみたらって言われたけど、ちょっと迷ってる。
時々見るんだよね、そういうなんかハッシュタグ無加工。でもさ、なんかノーマルカメラってなんか直接見るよりもなんかすごいね、なんだろう、違く見えるんだよね。そう、撮ってみてから。私は一番あれが好きですね、なんかカメラで撮った自分が一番なんかいいかも。そう、一眼レフとか携帯じゃなくて、実物はね私見れないからさ、自分のこと自分で自分なんか、まあ、鏡見たら分かるけど、あ、フィルムカメラね、確かにフィルムカメラいいね。そうだけん、そうグラビアとか、確かにね、カメコ STU とかあるよね、確かに。ねえ、鏡の中ってね、脳がちょっと変えてるんでしょあ、そうなんだ。カメラはね、高画質だからな。なんかね、ちょっと確かに加工して載せてくだされる時もありますね。iPhone カメラなんかね、ライブのね写真とかはの、あのカメラは、カメラっていうか携帯のカメラいいよねなんだろうな、多分部屋とかはちょっとあれかも、変わるかも、暗いとかあるから、明るさ調整したら変わるかもね。あれなんだっけ、この前の大阪でのリアル話し会で研究生ちゃんたちが写真撮ってもらってたけど、可愛かった。ね、てかみんな可愛くてびっくりですよ、ほんと。なんかカメラ表情とかポーズとか、うん、可愛かったです。私がね加入してての頃はね、あんなあんなね、うん、すごいですね、器用だな。
うん、私最初笑えなかったもん、写真撮るときとか。自撮りもめっちゃ下手だったし。カメラがね、苦手だったんよ、最初。めっちゃ意識しちゃってさ。でも、ほんと慣れたよね。また調子悪い時もあるけどね。なんかこの前生写真の撮影しててさ、なんか研究生ちゃんたちが見学しにいろいろ回っててさ、なんか意識しちゃった意識しちゃった。恥ずかしかった。もうね、すぐ意識しちゃうんだけど。もう私加入してもうすぐ4年なんですね。早いね。そうなんかこの前なんかふうさんのこと考えてて、ふうさん4年、3年、4年間だっけ在籍したのが。とかでなんかそのふうさんがいた分を、いた年月分を自分も過ごそうとしてるんだなって思って、なんかそう思ったらさ、なんかすごい濃いんだなって思いましてね私あっという間でしたね、本当。え、そうなんよ。そう、自分がこう加入してね、なんか加入してから卒業していった先輩方より、自分はそれよりも長く続けてるっていうことってことが、なんかもうこれから続いていくからさ、うん、ね。だから本当に先輩方は私の今の気持ち、今のこの年月分過ごして、そう、次のなんていうのかな、旅立ってるからさ、
かびっくりしたんだよね、そう思ったら。ね、確かにもうそうだね、高尾さやかって書いてある衣装を次またね後輩ちゃんが着たりとか、高尾さやかいたんだねみたいな高尾さやか先輩の衣装着たよみたいなね、子が増えるというね。ねえ、オリジナル衣装ね、増えましたね、自分。増えたわ。嬉しいな。確かに私の花だれ衣装を着てる子、さこちゃんとくるくると、あずみさこちゃん着たことあったらしい。今も来とるんか確かに叶ちゃん来そうだね。そうなんですよね、さこちゃんどんどん身長が高くなって伸びてきてるから、もう私の衣装よりももっと的確な衣装があるんじゃないかと。そうなんや、どんどんね成長してるから。測ってないです最近、変わってないと思う。変わるかな。てかヨーグルト一日に何本もらえると思いますか。2本飲んだらどうなるかな。なんか今日までの賞味期限のヨーグルトが2個あって、朝飲んだんですよ。もう飲むしかないよね明日はちょっと厳しいよね、明日の朝は。いけるかな。気分で変えよう。
私昨日の夜にね551の豚まん食べた。そう、差し入れでもらったやつ。大丈夫だった。これメンバーに言ったら絶対に「えそれ大丈夫なやつなん?」って言われるけど、豚まん551の豚まんはあのシールドじゃなくてもその変わったやつでも2、3日は持つから多分大丈夫。そう、与えたけんね、よかったです。そうなんや、持つんですよ。冷蔵庫にそう入れておけばいい。あ、待って、からしつけるの忘れてた。からしつけて食べるの忘れてた。つけて食べようと思ったのに。でもつけなくても美味しいからね。美味しくて気づかんかったんよ。うん、今日までだった。じゃあいっか。ほんと何の話って感じよね。待って、何の話ってことをずっと話してるわ。まあそんなもんか、いつも。今あれですよね、待ってよ、ふふふふふふふ、ん、あ、全国ツアーは「プレイガイド」先行チケットと AKB グループチケットセンター姉妹グループ会員先行一般会員さんが受付中なのか。終わってるやん。昨日で終わってるやん。だってさ、赤い大きい文字でさ、米印でさ、受付中って書いてあるから昨日まででした。へえ、
皆さんどこを申し込まれたのかなと思いまして、神戸と大阪と東京が多そう。もしかしてだけど、そっか、もしかしてサーヤンファンは福岡多いですかね。もしかしてだけど、なるほどね。そっか。なんか多そうですね。やっぱね。まあでもどこも楽しみだし、どこもね、どこでも楽しめるし。楽しめますよ。まあ、福岡はねやっぱ快晴なんで。でもあれだよね、前のツアーのね、前のツアーのやつのなんて言うんだろう、振り返なんだ、リベンジもあるからね。まあ、また言います。うんうん。楽しみだな。どうか。ね。本当に。あら。あれかね。配信とかもあるかな。福岡、
信してほしいな。お、うん、あ、確かに確かに。おすすめのお店、あ、じゃあまたメールに送りますね。新しいのないな。福岡、あーでもあるある、あれ食す場所あるわ。メールで送ります。ツアーに、ツアーで福岡来れない方は、まあいつか福岡来た時にね、のためにね。屋台はね、行ったことないんだよね、私。うん。ラーメン美味しい。うどん、うどんめっちゃ美味しいよ。ごぼ天うどん美味しいですよ。すごいごぼ天のうどん屋さんがあるんですよ、博多駅に。地下にあるんですけど、びっくりする。結構暗いとこだった気がする結構ね、なんかなんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、あそこちょっと地下の方でも、そのなんかいっぱい人が、なんかなんて言うんだろうな、ちょっと歩いたところにある、迷いそうなところを端っこにある。福岡はそう、うどんもめっちゃ美味しい、どこも美味しいけど、福岡のうどんは違いますよ。もちもちしてる。
腰がないって言われるよね風邪ひいた時にはうどんを食べますね。フォローありがとう。優しい感じ、そう。でもうどんはどこも美味しいけどね。ちょっとまた変わったって感じかな、福岡。うどん有名。そう。うん。おいしい。よいしょ。じゃあそろそろ配信終わろうかな。今来たばっかり。ちょうど今来ました何とも言えない気持ちになるよね。なんか今来ましたってコメント来た瞬間に私がそろそろ終わりますって言う時結構あって、なんとも言えん気持ちになるよ。受験です、ありがとう。もらい、そうだね、ゆっくり喋ってたらなんか時間経ってるよね。なんかほんと思ったこと喋ってるからな。楽しいね。楽しい時間はあっという間で。そう。
もうすぐで真夜中の時間が来ますね。まあ寝ます。今日はなんか今日昨日寝れたんですよ私。今日もねなんか寝れそうな気がするんですよね。なんかね寝方をね覚えた。あまり考えないこといろいろ。あとね、画面、携帯の画面見ないこと。そう、考えなさそうで考えてたっぽいです。いろいろ。あ、ヨーモー、いてててて、足が11,000人、びっくりした。ボンちゃん、イワちゃん、バリーさん、コッペさん、メガバイトちゃん、モーマルくん、イナッチさん、ナリさん、マイセンさん、F 渋谷さん、コブヤキさん、トモキチさん、アキナリさん、イナリンさん、タカノリさん、フジポンさん、ロックオンさん、ハンちゃん、ホタテ様、ヒデヤさん、ハーギーさん、シロさん、プリーメーラさん、トシサさん、え？ん？奥田ゆいな、奥田ゆいなちゃん？本物？セイヤンさん、犬ちゃん、ミツルンさん、トキワさん、え？苦島優香ちゃん？待って、どういうこと？苦島優香ちゃん。ふーさん、ガッちゃん、ケンジですさん、アルフィンさん、ありがとうございます。え、なに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 、私急に人気者に私急に人気者になった。でもね、私前回3期の子来たと思ったら偽物だったんよ。そう、この前偽物やったよね。そうなんですよ。本人認証マークがないからね。くるくるは本物ありがとう。確かに今個人ツイッターないか。あ、なんかくるくるがレインボースター、ありがとう。もしかしてあれか、もうコメントできないんか。私の圧を感じて。くるさん、ありがとね、いつも。あ、そっか、すごいコメントできない時間帯、すごい。
終わろうかね。ゆっくりとすることとします。ありがとう。